もうも、即家塾のコブでございます。今日もお金について考えていきたいと思うんですが、デヴィ夫人久しぶりに出ました。名言を出してくれてますね。えーと、ことの発端はこんな感じです。ある番組の中で、愛する年収200万円か、愛はないんだけども年収200億。結婚するならどっちがいいですかって質問で、ほとんどの方がね、そりゃ愛があった方がいいでしょう、と。年収金じゃないよ、と。愛する年収200万の方じゃないですかって言ったら、デヴィ夫人は、みんなわかってないわね、と。言いながら、 そっと言うわけですよ。愛がない年収200億に決まってるでしょうと。その訳はってことなんですよ。これがね、私的にはすごい納得するところがあったんですよ。一言ですよ。愛がなくても年収200億の人には尊敬と信頼はできるでしょっていうことなんですよ。確かにね、そう思います。で、追加してですね、デヴィ夫人はこういうふうに言います。愛して愛して愛して大好きな男性。 年収200万円の収入の人と暮らしているとどうなりますかと。だんだんと他の人のことが見えてくるんですよと。どんなに愛していても他の人の生活と関わって比較してしまいます。他の人の住んでいる家を見てしまいます。他の人が着ている服、だんだん愛は失われていきますよと。愛があってもお金がなければとかね。 お金ががああっても愛がなければと色々とありますでもその中でこういうことをデヴィ夫人に聞いた人がいるんですよ。いやいや、金があってもね、愛がなければ何も始まんないじゃないですか、みたいなこと言ったんですよ。こういうふうに言われてました、デヴィ夫人。200億円の人と結婚すると、最初は愛がなくてもね、尊敬と信頼はできるでしょ。そうすると次第に愛は生まれてくるんですよ。つまり、育めるってことなんですよね。で、ここから私の考えですけども、ズバリ言いますけどもね、 愛してるんだったら、金ぐらい稼いで来いって思うんです、私は。愛してるけども、お金がないの許してねっていうのは、ちょっと男の子としてね、かっこよさに欠けるかなと思いますんで、私はもっともっとね、自分の愛する人に豊かになってもらって、自分の旦那のことを誇ってほしいしね、肩でかじ切ってとまでは言いませんけども、でも、誰かが困った、身内が困った時に、スッと封筒に、ちょっとしたものをね、 入れてもううすっっとと渡せるように、ね、ななきたいかなと思いか思ますまあ何と言っても男って見えとなんか意地で生きてるようなもんですからねそこをうまく見抜いたデヴィ夫人の一本ってことじゃないかなと思いますうん私も気づきませんでしたけどもデヴィ夫人の考え方ああ私もそういう考え方持ってるなと、うん、気づいた次第でございますまあでもあんまりこれねあんまり人に言うとね雰囲気悪いでしょ 金があった方が愛が後からついてくるなっていうのは事実だけども感情的に嫌ですよね。うん。まあだから黙って言いましょうか。それじゃあ。